23歳を迎えられて初のこのスタンレーにかける意気込みなんかあったら、ちょっと一言いただいてみます。動画なんです。そうですね。やはりこう、いいスタートを切りたいっていうのもあるんですけども、本当23歳の年でもありますし、あと、私にとって101試合目っていう、こう、いう試合でもあるので、本当にいい、本当に優勝っていう風になったらすごく最高だと思うんですけども、やはりそれに向けてしっかり頑張っていきたいと思います。実際何か目標があったら、ゴルフとしては、もう本当、勝って勝ちまくりたいっていう気持ちと、あとはこう技術をもっと本当世界レベルに持っていきたいってことで、あと精神的にも人間としてももっと成長したいっていう目標もありますし、で23一番やりたいことはこう私生活なんですけども、料理を作りたいっていう料理を作れるようになりたいっていうのが一番の目標です。何か一番最初に作りたい料理とかって決まってるんですか？一回だけハンバーグを作ったことがあるんですが、こう何か足りなくて、美味しいっていう前に何か足りなかったので、そこをマスターしたいと思います。ジャンプゴーヤ的な。最後にファンの方に一言お願いします。はい、23歳になります。そうですね、もう大人の仲間、完全に大人の仲間だと思うので、こう本当にゴルフもすごく楽しんで、もっと上を目指して、そして女性としても人間としてもプレイヤーとしても、こうもっともっと成長できるようにしっかり頑張りますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。